軽井沢、今度連絡する。うん。今の3人様子がおかしくなかったか？うん、そうか。ちょっとこんなところに連れ込んでどういうつもり？とぼけんなよ。あんたがリカを突き飛ばしたんでしょ？別人だって言ったでしょ。今からここにリカを呼ぶから、そんであんたじゃなかったら許してあげる。意味わかんないし、学校に言いつけるし。何を？逃げんなよ。いった、今思い出したの。前に私とぶつかった子がいたこと。いった、最初から覚えてたくせに。こいつマジムカつく。リカに謝るなら許してやろうと思ってたのに。どうせ最初から許すつもりないでしょ。まだだ。何言ってんだ、ダメだろあれは。私軽井沢の顔嫌い。最悪じゃない。本当にズタズタに切り刻んじゃう。